エリザベス、ベティ・ロビンソン・ロビンソン、1911年8月23日から1999年5月18日は、アメリカ合衆国の陸上競技選手。1928年アムステルダムオリンピックに出場。女子100メートルで優勝し、女子陸上競技の最初の金メダリストとなった。ロビンソンは16歳で初めて100メートルを走った。時に、 アメリカ記録保持者についで位という結果を残し、次のレースでは非公認ながら世界大記録を受立する。1928年アムステルダムオリンピックは女子の陸上競技がオリンピックに採用された最初の大会であった。大会が開催されるまで女子陸上競技は予定には入っていなかった。開催予定に含めるかどうかは委員会の間でも大いに論争となっていた。さて、 アムステルダムでロビンソンは100メートルに出場。彼女にとって4回目の100メートルのレースであったが、予選を勝ち抜いた後は、決勝で世界大記録を受立資金メダルを獲得。オリンピック女子100メートルの初代チャンピオンに輝いた。彼女はさらに400メートルリレーにも出場し、銀メダルを獲得している。1931年、ロビンソンは飛行機事故に遭い、 重傷を負ってしまい、翌年のロサンゼルスオリンピックに出場することができなくなる。幸運にも怪我から復帰することができたが、彼女はひざまずくことができずうまくスタートできなくなっていた。それでも1936年ベルリンオリンピックには400メートルリレーのアメリカ代表として選ばれ、第三走者として出場。圧倒的な優勝候補であったドイツがバトンミスで失格したため、 ロビンソンは8年ぶりに金メダルを獲得した。ありがとうございます。